昨今話題となった護衛艦いずものフェイク動画が疑問視されつつ、着実に F-35B 戦闘機艦載改修工事は進められている。そこで、今回は、いずもや加賀の誕生となるきっかけを作った日向、護衛艦と大隅輸送艦について詳しく見ていきましょう。加賀に乗っけて聞こうかな。F-35B ステルス戦闘機艦載可能となった護衛艦いずも、日本が待ちに待った空母化、常時艦載ではないのですが、F-35B 戦闘機は新天原基地に配備。今年はいつもと違う年になるね。待望の F-35B ステルス戦闘機艦載可能となった護衛艦いずもは、日本が待ちに待った空母化の実現であり、常時艦載ではないけども、F-35B 戦闘機は、宮崎県の新田原基地に配備され、ロシアの情勢次第では東北方地方に配備されるとも言われている。島国日本にとって、四方に広がる領海や接続水域の防衛を担う海上自衛隊は、時代の変遷とともに装備する艦艇の強靭化を着々と進めなければならなくて、今、まさに、新たな艦級、分野への進出も、政治と連動して進化されつついる。このような環境下で、近年の海上自衛隊艦艇の中において、人気、知名度、規模のいずれからも、最も大きな注目を集めているのが、ヘリコプター搭載仕様いずも、片護衛艦のいずもと加賀の2隻である。いずも、片護衛艦は、海自の艦種分類上からヘリコプター搭載型護衛艦とされ、略称で DDH と呼ばれているが、海外の軍事専門誌等からはヘリ空母として認識され始めている。いずも、型の初舷は、基準排水量19500トン、満載排水量26000トン、全長 248.0 メートル、全幅 38.0 メートル、深さ 23.5 メートル。喫水 7.3 メートルということから、名実ともに、海自最大の規模を誇り、最大で14機ほどの各種ヘリを搭載可能とし、これから出てくる他の艦艇との比較を参考にしてもらいたい。この、いずも、型は、冷戦時代に、最大の仮想敵国としていた旧ソ連の潜水艦に対抗するため、対潜哨戒任務によって封じ込めることを、最大の目的として生み出された。1991年の旧ソ連が崩壊した後に、継承国家となったロシアに対して、この方向性は一時的に持続されたていたが、2000年前後には、急速な経済発展を背景に、身勝手な海洋進出を進める中国海軍の方が、日本の最も警戒すべき仮想敵国へと置き換わっていったのは、皆さんもご存知の通りである。こうした経緯から、日本の中国に対する防衛最前線は、尖閣諸島をはじめとする南西諸島方面となり、中国の海軍艦艇や海峡曲線の接近を阻止する方策の確立が、最大の関心事になっている。中国海軍らによる接近阻止を、日本が本気で実行するには、航空機による空対艦ミサイルでの攻撃力の強化が必須の条件となるのだが、現状の空自の航空機が使用できる陸上滑走路は沖縄本島くらいであり、それを補助できる島を防衛省は探し求めていた。中国との有事が起こった際には、在日米軍基地が集中している沖縄本島は、初動の攻撃で滑走路の機能を破壊しに来る可能性が一番高く、そうした事態に即応するためにも、陸上滑走路以外での固定翼機の運用が検討されたわけである。そして、米国ロッキード・マーチン社が開発した第5世代戦闘機 F-35 ライトニング 2B 型がその候補機となり、それは短距離離陸、垂直着陸が可能な機体であることから、これを艦載機とする艦艇を整備しようという流れになった。それを理由に、いずも型に対して F-35 ライトニング 2B 型を艦載機として、運用可能な艦艇とする航空母艦化改修の閣議も決定され、太平洋戦争終了後初となる念願の海上自衛隊の航空母艦保有が現実のものとなった。もともと、いずも、型は通常の航空母艦と同様の全通式の飛行甲板を備えた艦艇であったため、その飛行甲板への耐熱処理や、内部の格納スペースの改修を実施して航空母艦化されているわけだが、これ以前にも、
海自には同様の形式の艦艇が実はすでに存在していた。それこそが1998年より3隻就役している大隅型輸送艦と2009年より2隻就役している日向型護衛艦のことであり、出雲型護衛艦に先駆けて回転翼機を全通式の飛行甲板で運用するノウハウや技術を蓄積してきた艦艇でもある。この大隅型輸送艦は、海自の艦種を示す記号では、LST 戦車揚陸艦とされているが、国際的な軍事艦艇の分類上では、LPD ドック型輸送揚陸艦と称されるのが一般的であり、艦尾にあるウェルドックから、2隻の大型の L 脚1級エアクッション型揚陸艇を運用することも可能とした輸送艦である。ただし、大隅型輸送艦は、基準排水量8900トン、満載排水量1万4000トン、全長 178.0 メートル、全幅 25.8 メートル、深さ 17.0 メートル、喫水 6.0 メートルとなっており、前とした出雲型の初舷と比べても小型な艦艇である。この艦が、全通式の飛行甲板を有しているにもかかわらず、なぜヘリコプター搭載型護衛艦と呼ばれていないかというと、ヘリコプターを常時搭載していないからであり、したがって、エレベータも、ヘリのローターをすべて外さないと運用できない仕様になっている。その他にも、ヘリコプター専用の格納庫が設計されていない点や、それを理由に、ヘリの整備能力も付与されておらず、艦内への収容は、あくまでも応急的な運用に止まり、基本的には、飛行甲板への青空駐機が前提となっていることも、理由の一つとして挙げられる。それでも、大隅型は、南西諸島の島嶼防衛を担当する艦としては、大型の L 脚1級エアクッション型揚陸艇2隻を用いた戦車や装甲車両の揚陸の力を備えていることから、陸上自衛隊にある九州の防衛の要となる水陸機動弾頭の戦力投射に必須の艦艇だと言っても過言ではない。出雲型に先駆けて、全通式の飛行甲板を持たせ、航空機の運用能力に主眼を置いた観点からすれば、その前身となったのは、2009年から2隻就役している日向型護衛艦の方が最初である。この日向型護衛艦の初舷は、基準排水量 13,950 トン、満載排水量 19,000 トン、全長 197.0 メートル、最大幅 33.0 メートル、深さ 22.0 メートル、喫水 7.0 メートルの規模であり、出雲型の 70% 程度の排水量と容積を持っている。日向型護衛艦は、回転翼機が最大で4機搭載できることになっていて、全通式の飛行甲板には4箇所の発着陸用のスポットを備え、これらを使用した同時発着陸は3箇所で実施可能だ。ここで、日向型と出雲型の相違点の一つとして挙げられるのが並走であり、後者は航空機運用能力に重点を置いた護衛艦であるため、20mm バルカン砲シウス2機と防空ミサイルリム1162機を搭載しているだけだが、前者の日向型は同じく 20mm バルカン砲のシウス2機搭載し、324mm の3連装のマーク32魚雷発射艦2機と、マーク 41VLS 垂直発射装置を16セル装備しており、このうち4セルに16発の艦対空ミサイルと12セルにアスロック対戦ミサイルを収容している。つまり、出雲型は必要最低限の時間防空能力のみを与えられ、対戦用の兵装等は護衛に随伴する予定の護衛艦に任せる方針であることに比較すると、日向型は単艦での対潜水艦戦闘に従事することも想定されたものというのも納得がいく。いつ有事が起きてもおかしくない世界情勢になったからこそ、出雲型の2隻が改修を受け、実質的に固定翼機を運用可能な航空母艦となることが了承されたが、日向型の建造に際しては、日本が航空母艦を保有することに対しての国内の合意があったわけではありません。それがゆえに、大隅型輸送艦で、全通式の飛行甲板を導入していたが、日向型の建造に際しては、政治的な反発も考慮し、3つの艦隊の設計案が提示されており、1つ目の案は、
すでに存在していた春名型、白根型と同様に、艦の後部のみに大型の飛行甲板を設置するもので、二つ目の案が艦隊中央部に設置された艦橋を挟んで前後に区切られた飛行甲板を持つものだった。